どうもリンクチャンネルの横山です。岡本です。はい、ということで今日ははい岡本と試合試合していきたいと思います。はい、まあ、入れ替え戦ですね。そうですね、入れ替え戦ですね。はい、はい、まあね、田中角田に勝ってまあいい気になってるんじゃないかなと思う、はい、格の違いをね見せつけてやろうと思います、はい、もう皆さん見ての通り汗かいてます。もう仕上げましたので、はい、はい、多分もう終わった時にはもうサムネ多分 OT リンクになってますよ。OT リンク？岡本拓也の OT リンク。あ、なんか語呂悪いね。確かに、うん、ワイワイ、やっぱワイワイリンクがいいと思うのでね、はい、まあ、ガチ試合でね、やりましょう。ぶっ倒してやろうと思います。お願いします。品揃え豊富で激安格安の卓球通販サイトといえば卓通。お願いします。
ゴー！バーリンクチャンネル。お疲れ様でした。ありがとうございました。くそ。ありがとうございました。スミルタンが回ってこん。タンがこん。いやでも1ゲーム目、やっぱポロポロポロって俺前半ミスしちゃって、で岡本君も結構強気にこう打ってくるから、ちょっと抑え気味で、このままいったらちょっとやばいなと思って、でもかろうじて1ゲーム目はまあ取れたので、まあ2ゲーム目は。ラブゲームうんまあ1ゲーム目やっぱこういうの試合でもよくありますよね。ドキドキ危ないな危ないなって勝ったらとか負けたらもうそのまま2ゲーム目引きずってしまってね、まあ典型的ないい例でしたねいやでもで3ゲーム目はやっぱちょっといやこれ難しいとこですね。だいぶ強気にね行こうとしてるもんね。でやっぱちょっとミスが出ちゃうわ。全然ラリー続かない。そうですね、うん、前まで岡本君だったらもうずっとラリーが続く気がしていて、しかもこの間あの加藤源と岡本君とか、まあ、田中君と岡本君の試合終わった後にまあ2人と田中君と加藤源と俺で飯食いに行った。でも本当岡本さん全然ミスしてくれないんですよ僕らの打ったボールじゃもう全部永遠返されて勝てる気しないですっていう話をしてて、やっぱだからでもまあそういう戦い方はしてるっていう感じね。ちょっと自分の方が技術レベル的にちょっと上だなと思ったらちょっとまあ少し安全に負けない卓球をする、まあ、ちょっと厳しいかなっていう時はちょっとまあミスしてもいいから強くいったっていう結果がまあコロコロミスが出てしまう。1ゲーム目もしね取ってたらまた展開は違うんじゃないかなと思いますが、ちょっと喋りすぎですか。いやいや、すごいフォローしてくれた。上手だなでも強化は絶対いやできてるね。だからちょっとやっぱ怖さがあるからこっちのボンミスもコロコロ出ちゃって、まあちょっと情けない試合をしてしまいました、ね、このまんままあ勝ったということで、はい、まあ戦場の、まあ、力を見せつけてたんじゃないかなと思います、はい、でも、ね、
よいよですね。もうそろそろやばいですね。はい。もうラケット置こうかな。ということで、皆さん、さよなら。ありがとうございました。